過去21年ロケはほとんど晴天だった。めちゃイケの一番長い日は番組終了が決まった途端の土砂降りとなった。おなじみのブラックスカルが気にしていたのは成田ですよ。成田そうです。成田のあれがどうですか。一睡もせずに頑張るこの悪役には翌日の夕方までしか時間がない。岡村さんね、はい、今日は岡村さんを脅かそうと思って来たわけじゃないんだけども、めちゃめちゃイケてる。終わります。え、番組総監督からブラックスカルの中身である岡村にめちゃイケの放送終了が伝えられたのは先週のこと。めちゃイケリアルなやつですか。はい。がそこには新たなプロジェクトが。まあ、これどんな番組になるかわからない。これ半年間のプロジェクトってことです。半年間がどういう番組になるかはやっぱりメンバーの気持ち次第だと思います。実行委員長として急いでメンバーに伝えなければ。やってもらえますかそれは。あ、全然やります、うん、これはじゃあここからどうなるんでしたっけ。小雨も降り出してるみたいなんで、ちょっとバッドコンディションですね。そうですね、バッドコンディションの中バッドニュース的なことを。そうですね。今夜は皆さんも岡村に付き添ってあげてください。どうしますか。勝負は夜中の3時、いや早朝3時に始まっていた。今ラジオが終わって、はいはい、っていう状態ですよね。っていうのは岡村さん時間がないじゃないですか。僕はあの今日からハワイなんですよ。別にバカンスじゃなくて仕事であの東野さんと旅に行くんですよ。めちゃイケメンバーは全員平等。ハワイに立つまでの15時間で15人を回るドキュメントすごろく。ブラックスカルにとって不眠不休の戦いだが、まあでもかけるしかないですよ。電話最近したことあるんですか。いえ、7年6年7年ぶりじゃないですか。えらい一大事じゃないですか。岡村長期休養以来の一大事にいつもクールなツッコミはどうする。あれですね。そして冒頭の講演にはどうしても撮りたいインタビューがあると朝4時に呼び出された矢部。いや絶対そんなんしたわ。この辺でちょっと訳ありやから。ハロウィンこれ。違う違う、ハロウィンじゃないの。ハロウィンじゃないの。お前こんな時間に。お前やで。実は大事な、まあよほどのことやろうな、うん、と思ったから来てんけど、うん、あんまりバレたくないからちょっとやっぱりお忍びでバレへんわね。ち逆に忍んでないのよ。こんな朝暗いうちに目立つで。で、うん、実はインタビューとかではなくちょっと大事な話が。何よ。ちょっとあって、うん、その顔は何かを覚悟しているかのようにも見えたが、こんな時間に、うん、めちゃイケじゃない日にこうやって相方を呼び出すということはよっぽどのこと、うん、いやそうやなんですけども、めちゃイケ、うん、終わります。いやいや、はい、その格好じゃないとあかん。いやこれほんまの、いやこんな大事なこと伝えるの。ブラックスカルやったっけ、これ。ブラックスカル。ブラックスカルで言わんとあかんか、ね。いや、俺もちょっと状況もうバッタバタやったから。ああそう。とうとう来年の春です。まあまあまあ覚
去最大にびっくりしたよね。だとまあその内容は、ね、あただこれあのあ僕一応あのこういうもんなんですけど NSK はい。それではここでめちゃイケ終了にあたる半年間のプロジェクトコードとなる MSK についてご説明いたします。 MSK ことめちゃイケの就活は一般社会における人生の就活とは違うカタカナ表記。ここからの最後の半年間で自分たちのエンディングを自分たちで考え、やりたいことを全力でやりきり、トップスピードのままゴールテープを切ろうという超前向きなプロジェクトなのです。ということで、あとまあ半年あるんですよね。半年、うんうん、半年間だから、何でしょう、誰かからあの言われて、じゃあ終わりですって言われるんではなくて、もう全部出し切って、うん、自分らで全部決めて、幕を下ろそう、うん、それがめちゃイケらしいんじゃないかということに、まあ、たどり着いて、いやだからその、はい、そのなんかこう、あまだ見たかったなって言って終わりたいのは、うん、そうですね、あの賛成ですね、はい、それは、まあ、でも考えてください、もうまだ半年あります。半年間あります。はい、やりたいこと、はい、僕なんかいっぱいありますもん。結婚式とかもやりたいですし、ところが相手がねいないので、ね、まあまあそうやな、それ一人でできへんからな、はい、そうなんですよ。だから間に合わなかったなっていう、いそこは無念の。いやそれこそ半年あるから。いやそう半年はちょっとね。やっぱり2年お付き合いしてで、まあ、1年ぐらいその条件やめたらもうガチガチや頭、まあ、1年ぐらいはやっぱ同棲してから。ここで岡村は次へ移動。 MSK に賛同してくれた矢部だが、やはり覚悟もあったようで。そうそうそう、覚悟はまあまあしてたつもりなんですけどね、まあ、これは現実に終わるとなったら、まあ、まあショッキングですよね、まあ、生活の一部やったからね20代から。ただまあさっき言ってたその自分らから終えるっていうのはまあすごくいいと思いますね。お疲れでした。はい、お疲れでした。お疲れでした。寝られへんけどね。こんなん聞かされたら。すいません。お疲れでした。お疲れでした。めちゃイケ終わります。ゴルクはブラックスカルがハワイに立つまであと13時間半。残り14人も海外や地方にいなければ良いのだが。もしもし、こんな時間に申し訳ないです。岡村ですが、あのさ、ちょっとさ、ジャルジャルに2、3インタビューしたい。NHK 入りの前に福徳が後藤の新居入り。若きホープの反応は。早朝の電話に驚きながらも後藤家に集まっていた2人。何時に何してるんですか。ちょっとあれやね、思いっきり突っ込もうと思っていたが、先輩の深刻な空気を感じ取りトーンダウン。乾水でもないな。今年になって期待の若手が立てた自慢の新居、その土間で報告を聞くことに。そんな時間なんてなかったよ。時間ない、うん、じゃあ、大事なあれ、お話があって。あ、はい、実はめちゃイケ、はあ、終わります。え、静かにしてくれ。いつ、来年の春、来年の春でめちゃイケ終わる。え、それを言って回ってるんですか。そう、あ、俺もこんな時間、俺も今しがた聞いたとこやから。え、俺もあれやで、決定したとこですか。もう、そうや、俺聞かされたもん。もうめちゃイケの就活はやりたいことをやりきってゴールするプロジェクトだが、結果としては春にはメンバー全員がワンランク上の自分を目指します。そういうことにしやないかというふうに思ってるわけ。めちゃイケらしく自分らでちゃんと幕引きましょう。これだからまだ半年あるわけや、はい、うん、芸人ってなんか大きい買い物したらなんかこの
尻に火ついてよ、うん、もっと頑張っていくみたいなジンクス的なのあるじゃないですか、うん、それで僕家買わせてもらって、うん、これで仕事を増えるぞと思ってもう本当に35年ローンで、はい、大きい買い物したらこれほんまに驚きなんですけど関西の冠番組2本終わってめちゃイケまで終わるんですよ話しちゃうかなこれえ関西もジャルヤルももうジャルヤル終わって7年やってもうあと千葉テレビのジャルっと爆張りしかないですよめちゃイケ終わるってどういうことやそれもう真逆やがなジンクスとどないすんやろ家なんか建てたらあかんだよ岡村はまたも次へ移動するといつもスマートで感情を見せてこなかった2人が実感わからないですねもうまあ当たり前になってしまってたんでめちゃイケっていうと信じられないですねいや僕らってこんだけショッキングなことやから先輩の皆さんもっと計り知れんやろなとそっちがなんか勝ちましただからなんかこっちがショックがってるように皆様がショックやろなと思ってまあジャルジャルもそういうふうに思ってたっていうねそうだから20年超えてますからね、うん、現在5時28分旅猿ロケが迫るブラックスカルのスゴロクは残り12人福徳の言葉通りもっとショックを受ける先輩の家へできればアポを取りたかったが全く起きなかったため大変申し訳ないが直接自宅へするとひどい顔で出てきたのはちょっとあれなアフターだけで聞く話したいダリルさん申し訳ないどこでもいいけど、うん、駐車場でもいいからちょっと入られるここ犬がずっと吠えるけどすると謝っていた総監督がその顔に笑い出したこう見えていつも人に優しい男はめちゃイケの終了に何を思う？まあ、どれぐらい理解してもらえるかどうかわからないけど、うん、もう時間がないから、うん、もうパッと伝えるね、うん、めちゃイケ終わりますえっ嘘やろ来年の、春に、めちゃイケが終わります。あんなに頑張ったのに？そうやで。めっちゃ頑張った。めっちゃ頑張ったけど。この秋のスペシャルからは信じられないありの。めっちゃ頑張ったよ。家族見てゲラゲラ笑ってたよ。面白かったよ。面白かった。面白かったよ。さっきのなこれ終わんねや。めちゃイケの就活は自分たちで自分たちのエンディングを作るプロジェクトだが春までの半年間は毎回スペシャル番組としてお楽しみいただきますかっこいいねってみんなで言ってたけど家族で家族でもうちょっとな言われたかったよな新しいめちゃイケの形にってそうまあ足らんかった全然足らんかった俺あとこまえやったけどな俺もとこまえどんなところがあると思う楽屋で真剣に話してるのトーンやおーマジトーンやろちょっと筋伸ばしながら新しいめちゃイケの形になれば、ね、これがな力及ばんか俺進化しようと思って進化、うん、これのきっかけになったやなと思ったらなもう終わるっちゃう、うん、もう知らないよバソンやバソン進化せんかった進化せんかったねそうかでもこの半年間で、うんまあ、その進化別に見せれるかなと思う、うん、気持ちなんだよね、うん、言うてみたらこっから、うん、就活そうやねきっと過去20年も岡村オファーはずっと見てくれていた有野岡村が出ていくとうわあそうか急に言われるなあ有野があんなこと言うの珍しいですからね、うん、思ったなって普通に言うなっていうのはなかなかないそうかひげ剃っときたかったなあ参ったなあめちゃイケ終わりますごろくはスタートからおよそ4時間で4人とハイペースだが
不眠不休のブラックスカルの体力は夜の6時まで持つのか。そして雨も一層強くなる中、まだ人気のない住宅地、岡村からの電話で飛び起きてマスクをつけてやってきたのは、おはよう。おはようございます。ごめんね、こんなあの朝。いや、でもすっぴんだもんね、マスクテレビ出ていいかなと思ったら、すげえマスクだと思って、全然、全然、あ、いい子、これで出ていいならこっちもいいだろうって、すいませんでした。めちゃイケスタート時はまだ花の女子大生だったこの菜園、一大事をどう見る。ちょっとね、はい、そんなにあの時間アントラスないですけども、はい、ちょっといろいろバタバタしてまして、はい、めちゃイケなんですけれども、はい、終わります。あら、そうなんです、来年の、春で、めちゃイケが、終わります。一般社会の就活とは違い、カタカナで書くこの就活は、めちゃイケでの自分に悔いなくゴールをする積極的プロジェクトです。わあ、困ったな、すげえ困っちゃうな。困っちゃう、困っちゃいます。困っちゃうっていうのは、困っちゃう。私この世界入ったのはこの番組なんで、うん、きっかけが、うんうん、イコール人生だったんで、うんうん、この番組が終わるまでに、うん、ことぶき退社してっていう予定だったので、それまで夏の水田さん、私もね、はい、私もそれはありましたよ。どうしよう、目標はありましたよ。いつかなんかちっちゃい子供抱いてめちゃイケに出てやろうと思ってました。誰ってなった時に、いやいや息子や娘やんっていう、みたいなのはちょっとなんか狙ってたところはあるんですけど、まあちょっともう間に合わないという。すげえわかる、すげえわかる。私も血のみ号しょって、昔日本一なんとかって記録やっとったじゃないですか、はいはいはい、新記録。そうですね、うん、あれを血のみ号しょってやるっていうのがね、ある時期夢だったんですね。私もそういうの夢見てましたけど。この番組は自分の人生だと言い切った三浦、同じ思いの岡村は次へ。もう全然時間がなくて、これはね、めっちゃめちゃイケてるっていう。そうなんですよね、すいません、なんか金曜日なのに。そうなんですよ、大至急のあのインタビューですので。マジすか、なんすかと騒ぐ天然に、玄関でこそこそ話をしたいとリクエスト。こそこそ話する格好ですか、これ。なんちょっとここちょっとだけ入れさせて、ここだけでいいか、ここだけ。ちょっと待って、野良猫入ってくる。野良猫って言うか、大事じゃ猫。あ、猫飼って愛してるの、野良猫じゃない、飼ってるのか。では、情報を漏らさない約束で猫にも一緒に報告を。まあ、こんな時間に本当に申し訳ないっていうと、すっげえ時間ですよ。そうね、実は、まあ、これめちゃイケっていうのは分かるよね、はい、分かるよね、はい、で、まあ、めちゃイケが、はい、終わります。なんで、じゃあ、まあ、近藤さんにちょっとさ、だからこうやってこんな時間からみんなにあれしてるの。めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りします。もう急に、うん、はい、急にっていうか、はい、でも来年の、はい、春ね、だから半年、春、うん、春ってもうすぐじゃないですか、もう冬来ますよ。冬来たら春やからな、次夏、うん、夏終わっちゃったんだ。MSK ことこのめちゃイケの就活は決して悲しいプロジェクトではなく、テレビをご覧の皆さんに半年間楽しんでもらうことが最も大切で、まあ、はい、私にも、はい、まあ、もうちょっと笑かしてほしいし、ね、そうですね。いや、俺は別にやねんけど、いつも浜口がそのもんなんか思んないねとか、そこにありがたいことなんですけど、うん、そうなんですよ、浜口がもうめっちゃ厳しかったなと思う。最後まで面白かったなーって思ったらね、そう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 、うんうん、何で今まで出せなかったのよっていうのがあったら、うん、できたらいいですね、そういうことが、うん、まあ浜口はあんまり思んないって言ってるけども、まあ日本で 4,5 人は笑ってくれてると思うから。目覚めました、今ので目覚めました。
半年間で握手覚醒なるか。しかし元気の出た彼とは違って、この2人は関水全く呼ばれないのに金曜日呼ばれたこれ何なんだと関水上げてるの、もう首かなと思って朝9時を過ぎたところでブラックスカルはとある駐車場に。すっかり朝になりました。ああ、もう朝ですね、はい、頑張りましょう。ラジオからずっと続いてる、すいません、食べないとこれ食べないなラジオから寝ないでここまで走り続けた最初の食事。ここ潰さないと食べない口がちっちゃいと思う、ここが意外と目も口もちっちゃいんだ、うん、今タンポポを待ってますから、タンポポを待ってる間に到着した。タンポポは今日は朝6時から何度も合流に失敗して、ようやくこの駐車場に。おい、ごめんね、こんな時間に。今のめちゃイケで最も悩んでいる遅咲きの思いはここで爆発。おはようございます。おはよう。ちょっともろもろちょっと時間がなくて、はいはい、ちょっとめちゃイケやねんけど、はい、終わります。え？来年の春で、めちゃイケが終わるのね。で、どうだろう、どうしよ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 う。番組が終わる春まで半年間続くめちゃイケの就活は、この遅咲きの2人がちゃんと活躍してこそのプロジェクトです。今タンポポ入って7年ぐらいかな、7年ぐらい、やけども、それのまあ言うたらこの半年全部出し切るつもりで。おおごめんなさい、なんか整理をつけて、うん、その半年間多分やり残してることは腐るほどあると思うんで、うん、むしろ何も残してねえんじゃねえかってずっと思ってたんで、なんか本当に考えます、うん、しっかり、はい、川村さんは、なんかめちゃイケに入れていただいてすごく感謝、すごく感謝してますけど、なんか、なんかみんなと一緒に作ってきたって思えたことがなかったから、うん、なんだろう、なんだろう、頑張りたいけど何ができるのかもわからないし、私たちがめちゃイケという番組を汚してしまってるんではないかという。これは今年の春のインターネットゼロテレビ。番組加入以来7年、自分たちは何も貢献できていないと苦しみ続けているタンポポ。クビにしてくれたらいいのにと。そして最近は収録日に呼ばれないこともある中、今日聞かされた番組の終了。いつもそんな気持ちのめちゃイケが終わるって聞いて、ちょっとね、もう今わけわからないね、コントロールできなくなってるよね、はい、だから金曜日で呼ばれること、うん、関水全く呼ばれないのに金曜日呼ばれるからこれ何なんだと、関水上げてんの、もう首かなと思って、高ぶる川村、関水上げてんのになんで金曜日に呼び出すんだと。金曜日の朝にロロロロさせられてな、うん、なんだこれはってね、そうなるよね。でもそういういろんなそういうのね、そういうのこのパワーに、それをパワーに変えて、でもすごく頑張りたいって思ってます、うん、その溜めた怒りをこのパワーにしてこの野郎っていうのを込めた半年間に、そのイライラをね、そのイライラというか悲しい気持ちをそれをパワーに変えて、頑張りましょう、うん、春に遅咲きの花を咲かせようと誓い、タンポポもこれでサイン。続いて岡村は、おはようございます、岡村ですけれども、おはようございます。あのね、ちょっと今どこにいる、あ、家にいる。あのね、ちょっとサリナの家行くわ、ちょっとメンバー1、めちゃイケ愛の強いなにわのシングルマザーはどう受け止めるのか。寒いぞ。え、ちょっと待ってください。あ、やっぱりカメラも待ってる待ってる、そら何ですか、朝から。
ぐいぐいサリナに甘えるブラックスカルは、嘘、トイレも貸してほしい。トイレ、トイレ、ここどうしたんですか。あ、何が、何が起きてるの。どうぞ。ちょっとカバン預かさ、持っとって。なんだか急に心の休まるブラックスカル。私を取って、いや全然取ってない。くつろぎすぎでしょ。いきなりないですよ、こういうの。普通のテレビっていうか。ないと思うわ。普通は事前にアポ取ってお家伺いますとかで。おかしくないですか。まあ昔やったら分かりますよ、20年前とか。今はないでしょ。ブラックスカルばかりか総監督も叱られるが、でもほらサイナ、これがこんな本当に急に来て、サイナちょっとコーヒーうるさいみたいな。なんか飲み物出せって言ったんでしょ。一回消してコーヒーまたウィーって言ってるから。え、これほら、岡村さんコーヒー飲めますか。いただきます。飲むんです。飲むけどな。こういう、あ、ただのブラックですけど、お砂糖入れますか。全然もう眠たくなってた。これあ、うまい。秋のスペシャルから止まることのない重労働のブラックスカル、あったかいコーヒーで一息ついたところで、はい、んで俺ももうそんなに時間ないね。何が どうしたんですか。まずその格好。そうだよ、これはもうちょっとあのあれやな、お忍びやから、うん、もう、そう、あんまりこの、まあまあ、あの今日来たのは他でもなくて、もう時間がないから、はい、あのもうストレートに言うけども、はい、あのめちゃイケが終わります。そうやね。なんで、来年の春でめちゃイケが、終わります。嫌です。うん、でも俺もそうやけども、まあ、これはもう、やっぱりなんていうのかな、嫌です。でもうあかんねん、これはもう春やねん。嫌です。これだ、嫌だ。私聞いてません。帰ってもらっていい。とりあえず聞かなかったことに。じゃあ帰って、なんで寝ないで。俺全然寝てないね。もうだって帰ってください。私何にも聞いてないですから、誰にも言いませんから。え、そこで MSK ことめちゃイケの就活はあくまでも前向きなプロジェクト。秋のスペシャルの大成功を受けた今こそ愛を持って走り出します。就活やから、あ、まあ最後は自分たちでちゃんと終わり決めましょうと。もうここやと思うで。全然思いませんね。思わない。分かんない。分かんないな。分かんない。何のこっちゃ分かんない。パニックなんていうな。なんかほら。番組を思うあまり就活に向けてなかなか気持ちの整理がつかないサリナを総監督が落ち着かせることに。自分たちで決めて。終わるって。これテレビで見たでしょ。これ見た、テレビで。何ですか。お前お前はは。やったな。オファー見てないな。身も凍る事件が起きていた。お前何ですかこれって。これは岡村さんショックだぞ。やったな。やったな、お前最後に来て。やったな。日本一不思議なめちゃイケ愛がそこに。私本当にすいません、テレビを本当に見ないんです。めちゃイケ終わるの嫌だ嫌だって言って。めちゃイケ終わるのは嫌です。それは信じてください。それは信じ、時間はないねな。めっちゃ、あの本当にあのテレビが一番面白いゴールデンタイムと言われる時間は、うん、私一番忙しいんです。晩ご飯、うんうん、宿題しなさい、うん、で寝る、うん、で8時にベッド入れてこうだって、うん、一番こう私が、うん、私でない時間なんです。ちょっと書いてほしいものがあるから書きなさい。何ですか。すみません、めちゃイケ終わってほしくないんですけど。めちゃイケ愛は別として、まずはサインして半年間で自分のできることを。私何ができるんやろう、考えます、うん、いや全力でやるんですけど、うん、いやみんなやってんのよ、はい、みんなやってるけども、それ以上に絞り出してやろうよということね。僕はねそういうふうに思ってるだけ。ブラックスカルやったらいいんじゃないですか。ブラックスカル、うん、ブラックスカル。何ですか、ブラック、これですか、うん、まずあれやな、あのサイナはあのこの間のめちゃイケオファー見るとこから始めようか。そしたらそれ見てもうすぐ見ます。
撮ってるんですよ、ね、ビデオ撮ってサリナが嫌だっつった。めちゃイケ終わりますごろくはサリナに振り回されて大幅に時間をロス。成田空港に行く前にあと6人に会ってなんとかコンプリートしたいが、このあとさらに現在地確認にも手間取り、次のメンバーとはとある立教の上で合流。ごめんねバタバタと。いや大丈夫ですけど。えちょっとどういうつもりでいらっしゃってるんですか。どういうつもりもこういうつもりもあった本日はサックスプレイヤーとしてのリハーサルを抜けてきたというハンサムは、ちょっとねインタビュー、うん、まあインタビューっていうかちょっと、はい、シンディに聞いてもらいたいことがちょっとあって、はい、もうちょっとあの時間もあんまないしシンディも稽古行かなあかんやろから、めちゃイケ終わります。えあ、うん、そうですか、うん、そうなんだよね、終わることになったのね。あ、うん、でとりあえずは、来年の春まで、そういうことになったんだね、うん、そうですか、まあ、ただことではないだろうなと思いました。めちゃイケの就活は半年間やりたいことを全力でやりきるプロジェクトだが、各自に書いてもらったアンケートも参考に春までの企画が実現されます。この残された時間の中でやりたいことみたいなことは提案したりできるんですか。全然ね、だからそれを、そうなのよ、うん、やっぱりあるじゃない、あのシンディも、まああんまり俺ラッパーも吹いてほしくないんだけどでかいんだな、音でかいしなっていうのがあって、だってあの正直ほらあのめちゃけスペシャルでもあの吹いたやんか、うんうん、あれやっぱうるさかったやんと思う本編に入れなかったよ本編に入れなかったよ、やっぱ うるさいよねそれなくしてたらもう僕何もとっくに終わってたことなんですよ就活の中に出させてください。とりあえずサックス含め音楽系のやりたいことは武田に考えてもらうことにして次へ移動が、あと4時間で5人回るギリギリのスケジュール。ブラックスカルが突撃したのはあるメンバーが冠番組を収録中だという六本木のパーティースペース。その楽屋に突撃するとターゲットはちょうどトイレに行ったらしく、もぬけの殻。そこで作戦を変更、楽屋のドアを閉め切って自分たちがそのメンバーを待つことに。おお、びっくりした、元 OL から今や冠番組、めちゃイケの出世頭は超忙しいので10分あるかないかやねんけど、ちょっとちょっと大久保さんに、はいはい、言わないといけないことがありまして、うん、あんまり時間もないので、はいはい、ちょっと、ま、言わせていただくんですけども、うん、めちゃイケが、うん、終わります。そうなんです、来年の、春までと、ああそうなんだ、そうなんです。あらまあね、めちゃイケ始まった時はまだ大久保さん普通のねお仕事もやり、ね、やって OL やってて、大久保さんって形で、はい、そうですよね、はい、企画で参加させてもらって、はい、MSK ことめちゃイケの就活は自主的なエンディングプロジェクトだが、番組とともに自分の人生さえも振り返る機会になります。いや本当にいずれとは思ってたけど、いずれが現実的というかじゃないんでしょうね、不思議なことに。前絶対いずれ終わるなと思うけど、でもそのいずれは来ないんじゃないかってなんとなくこう思ってたんで、来たかっていうのと、なんでしょうね、やっぱりちょっと悲しい気持ちは湧いてきますね。なんかめちゃイケってみんなそういう風にね、終わらないと思っていた。そうですね、めちゃイケで一番の伸びしろを見せた出世頭も賛同のサイン。続いて岡村は、もしもし、ちょっとインタビューしたいのよ5分でええねん、今どこにおる？名古屋。あ、俺も東京駅向かう、そしたら。
なんと名古屋に行く直前で捕まえた。危ない、もう名古屋行ったらもうえらいことやる。危ないよこれ。するとそこに11人目のメンバーが合流。何その格好。ちょっとどうしたの。ちょっとお忍びでな。ナインティナインの岡村がこそこそとロケをやっているというだけで危険な情報漏れにつながる。すぐ近くだね。そうそうそう。いかなるめちゃイケのピンチも笑ってきた男は一体どんな顔を見せるのか。浜口名古屋やけど俺ハワイやね今。めっちゃええやん。いや仕事やけどな。あ仕事、あ仕事でハワイ行くねんけど、うん、そうね。でもあんま時間がないからあれやねんけど、うん、めちゃイケな、うん、あの終わんねん。あそれ、突然やな。せやねん。さらっと言うたな。さらっと言う。もう時間がないから。あ、そうか。あかんかった。あかんかったっていうか、まあ、あれなんだ。あかんかったから。めちゃイケの就活はもちろん春の最終回までのプロジェクトだが、浜口も岡村もある男から聞いた言葉があるから笑っていられるのです。見せよう。そうそうそう。カスタ言ってたもんね、昔にね。そうそうそう。毎回最終回のつもりでやろうぜ、うん。そうそうそう。俺あの時あの言葉聞いてからずっとそれ。うん、は常々思ってるから。そうやな、うん、まあ、めっちゃ言ういいかなっっでも言うてたもんな、うんうんうん、いつ明日が最終回でもええっていうぐらい。そうそうそう、あの時の勝さんの言葉が、うんうん、毎回が最終回。加藤の男らしい覚悟はみんなにめちゃイケイズムを伝えたが、オールナイト終わって13時間、13時間。しかし残り2時間で3人に会うというスケジュールは不可能に近かった。就活の成功のためにも番組終了はどうしても直接伝えたい。限界に近づくドキュメントは想像もできなかったエンディングを迎えることに。2時間で3人という不可能を可能にするには説明を簡単にするしかない。あ、ごめんなさい。おはよう。おはようございます。あのね、一人当たり最低でも20分以上かけてきた説明だが、すぐ行かなあかんやろ、はい、俺もちょっとすぐ行かなあかんねんけど、はい、ちょっと言わなあかんことがあって、はい、めちゃイケ終わるからよろしくね。来年の春やな、来年の春にめちゃイケが終わるから、もう難しいことを重森に言うても仕方がないから、はいはい、もうあと半年間、はい、あと半年間一生懸命やるだけ。はいね。はい、うん、サインちょうだい。全然時間ないから。やればできる。奇跡の30秒コースを達成。素直がバカのいいところ。急いで次へ。残り2人、ブラックスカルは電話一本で勝者の一軒家の前に。ごめんね、ちょっといい、10分ぐらい。返事にならない返事を聞き流して中へ。家族もいるので玄関までにしてほしいという綺麗な奥様は、ちょっとね、時間が全然なくて、はい、あれ浜口さん、あ、上に行きました。ちょっと時間がなくて、はい、もうほんまにどれに違う、ずっと飼ってるんです。あ、飼ってるか、はい、大丈夫。あのね、めちゃイケが終わります。え、そうなんです、めちゃイケが終わる。あ、本当、本当ですか。来年の春、うん、だから半年後やね、ここから半年。あ、はい、めちゃイケの就活は個人のものではなくチームのもの。とにかくみんなで頑張っていこうと、ついに14人目の仲間の協力を要請し、確認を取るために来てるんですけどね。はい、まあ、玄関しか上げてもらえないんですけど。急だな。まあ急ですか、それはしょうがないとしてですね。すいません。全然、はい、玄関も普通は入ってこない。そうか。なんならちょっとシャワー浴びたいぐらい。家族もみんなちょっと何があったんだってことにやっぱざわつきますからね、うん、ちょっと。あ、でもお風呂入りに来たんだみたいなこと言われて。そんな日常ってあります。今なんかめちゃイケてね、そういうなんか。
女優の自宅をもっと覗きたかったが、改めて番組終了を確認し、岡村は最後の一人へ。めちゃイケがずっとあるのが当たり前だったので、あ、やっぱり終わるんだっていう気持ちではありますね。なんか本当にずっとあったものだったので、家族とは違って、兄弟とも違うんだけれども、なんかちょっとこう近い、このなんかこの世界の幼馴染じゃないですけれども、ある程度の時間結構一緒に過ごして、なんか結構な人生をお互い見てきてるというか、その仲間に急にあ、もう会わなくなるんだって、他の番組で会うかもしれないけど、この約束されたものはなくなるんだと思うと、あ、なんかちょっとすごく寂しい感じもあるなって。そうですね。オールナイトニッポン終わりから別番組で成田に行くまでの間を全てめちゃイケに捧げたブラックスカルのスゴロクはついに上がりを迎えようとしていたが、まさかこの男で歩みが止まることになろうとは。空いてるよ、カチャってやります。おはようございます。おはようございます。俺何してんの。フェスを、うん、常に最終回のつもりで臨んできたアンカーマンに終了を伝えると、もうでも時間もないし、うん、もう言うけれども、うん、あ、めちゃイケが、うん、終わんのよ。え、嘘だろ。ほんとよ、マジで嘘でしょ。マジで、うん、いやいや絶対嘘だよ。これもうリアルに本当に。え、いつ？来年の春、うん、だ3月。え、これマジで？マジなの。だからよ、こんな緊急。いや、よかったじゃん、この間のスペシャルも。よかったけど、うん、めちゃイケらしい、うん、なんていうのかな、終わり方をしようということで、うん、こんなことで。わかんない、わかんない。で、この時期ってそういうことが決まる時期だから。当たり前じゃねえからな、当たり前じゃねえからな、この状況。不祥事で謹慎していた相方を叱り飛ばしたこの回はもちろん、加藤浩次とめちゃイケの歴史には常に演者としての覚悟があった。自らの結婚と妻の出産、その後の家族生活さえも全てさらけ出してきた男。覚悟の前には怖いものなどなかったはずの22年目の秋。めちゃイケで、見せてきたじゃないですか。それマジか。マジなんですよこれ。マジかっていうか、俺も今日聞いたんだから、うーん、私もマジかっていう中でこういうスタイルで、あの皆さんに、まあ、報告しているという。だこれで一回またさらにね、次のステージに行かなあかん時なんじゃないかなって私は思いましたけどね。命名がね。いや、ちょっと分かんない、考えられないな、うん、この短時間では。まあね、当たり前のようにあったもんやから。そう、おそらく加藤は相方山本のことも気になってしょうがないのだろう。ただとにかく今日で全メンバーの合意がないと何も始められないので、この半年、見せていくのが我々の、うん、なんやろな、役目というか、やらなあかんことなんじゃないかなっていうふうには思ってるよね。うん、うん、うん、よし、分かった、分かった。もうそれはもうやるよね、うん、もうそれはもうやらないという選択肢はもう全くないからね、うん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 、やろう。しかし加藤の表情がまだ本当に前を向いていないのは誰の目から見ても明らかだった。うん、加藤さんね、こんなに長く続いたタレントバラエティって世の中にないんですよ。まあ確かに、うん、あなたたちの人生だけを投影して22年やってるわけ、うん、これはこれでやったじゃんっていう思いは2人はないですか。うん、大体のことはやったでしょ、うんうん、めちゃイケでやらなきゃいけないこと。確かに。まあ、めちゃイケに、
私たちは感謝もしてますし、うん、そのめちゃイケを見てくださった皆さんにも感謝しないといけないし、うん、その分この半年で、ね、どれぐらいできるか分かりませんけど我々の全力も見てもらいましょうよ、うん、めちゃイケ可愛がってもらった人たちに、うんうん、まあそうだね、そう切り替えた方がいいね、うん、うん、こんな長いことやらせてもらってこんだけやっぱりもう、まあ、言ったらもう残るのが大変な芸能界で20年以上もやらせてもらったわけだもんね、うん、番組をね、うんうん、そのありがたい気持ちをやるか、半年半年うやろう、ぶちかましてそうね、するべきやと思うよ、ね、うん、やったりましょうか、やったりましょう、やったりましょう、ちょっとじゃあここにサインだけちょっとねサイン半年間ちゃんと前を向くことできっと極楽とんぼの未来も見えてくるはずなのだ。これね、やるってやるって、そうそう、さあこれで就活のスタートラインに、それも全員にもらってるから、うん、これでも全員もらった。そして次回からは本日ご説明したようにメンバーたちのやりたいことやり残したことを含めて毎週がスペシャル状態、やべっち寿司に期末テストにまさかのカウントリダンもブン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 、もしかしたらもしかするとあのトリオからあの大人気企画までが目白押し、あ、懐かしいからってわけじゃなく、めちゃイケは必ず進化してゴールしますので、昔は見てたけど最近のめちゃイケはねっていう皆さんもぜひぜひ半年間はご一緒に。皆様のおかげで就活を始めるめちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。やりましょうやりましょう、半年間ね、強い思いでやる、はいはい、うん、そういうことですよ、うん、じゃあね、この次の週からそういうことは、はい、わかりました、はい、お母さん降りて、うん、降りてくれる、はい、降りてくれる、なぜならほら、どこもう成田へ、成田行く、いや行かない成田行かない、ちょっと受かるか、あらしてバラして、ちょっとじゃあそれかぶって危ないか、それかしてみる、ギリギリまで情報漏れを避けるため加藤にも表参道を無防備に歩いてほしくないのだ。頼むね、母さんあれがあれば大丈夫ですか、大丈夫、全然全然タクシー来ないじゃん、お金はお金ないっすよ、ちょっと何とかしてみて、何とかしてみて、何だよ、よかったですね、よかった、何なんだよこのマスター、強かったですね、個人的には今日の話で完全にテンションも上がり、本当は岡村と別れるどころかもっともっと就活について喋っていたい感じだったらしく、なんかさあんた飲みにとか行こうぜ今からベテラン芸人さえ上がる次回からのめちゃイケめっちゃ飛ばしますのでご期待ください。まあ、大概これお忍びでやってるんですけどめちゃイケってバレるんですよ
You're giving me deadlines that I will not hold. You're pointing at headlines that are way too old. Times have changed and so have I. I'm not living to survive. Don't fit in the box that you're putting me in. Won't sit through your talks that are making no sense. Oh, you ain't gonna pave my way. Rather have it my own way. Swallow way too many pills, searching for some kind of thrill. You're just trying to cut me off. You take my pace. Every time I wanna run, run away. Let me be a mobile law. Swallow way too many pills, searching for some kind of thrill. You're just trying to cut me off. You take my pace. Every time I wanna run, run away. Let me be a mobile law. You can't take back the words that you said. That I'm not enough for you. Deep down I know that you regret it. Trying to play it cool. You gotta see from my perspective. Every little thing I do was never for your entertainment. Won't ever be enough for you. Painting my picture without a muse and giving me lectures about what I should do. You don't care about what I want. Cannot bear to be ignored. Swallow way too many pills, searching for some kind of thrill. You're just trying to cut me off. You take my pace. Every time I wanna run, run away. Let me be a mobile law. You can't take back the words that you said. That I'm not enough for you. Deep down I know that you regret it. Still you're trying to play it cool. You gotta see from my perspective. Every little thing I do was never for your entertainment. Won't ever be enough for you. Won't ever be. Won't ever be enough for you. You can't take back the words that you said.